こんにちは、ケンツ申します。今日もね、ポケモンやっていこうと思うんですけど、ついにランクバトル開催ということで、本日12月2日からランクバトル開催されたので、こちらやっていこうかなというふうに思います。さあやっていきましょう。早速さあ次勝てば確実に上がれます。確実なるマスターボール級、確実にいきましょう。相手はカバルゾン、そしてロトム、ウルガモス、サザンドラ、ミミック、アーマーゲートということで、かなり、きつめなパーティー。特にサザンドラ、アーマーがここら辺きついんで、ロトムを大事に大事にしていきたいというパーティーなんですけれども、ドドゲザン、いやドドゲザンがちょっとサザンドラ狩るために必須なんですけど、ロトムがきつ、そうするとアーマーが出てくるっていうジレンマね、ジレンマパーティーなんで、ちょっと難しいんですけど、ここの初手は。おそらくロトム、一番上のロトム怖がって、サザンドラが来ると思うんですよ、やっぱ。ここに対してわしが、スカーフマンディ、いや、ドドゲザンでいいな。ドドゲザン、そして、ロトム。あ、ここは必須ですと。で、そうするときついのが、ドドゲザン出します。アーマーガーか、カバキテしょられますっていうのがきついので、アーマーガーに対する、アーマーガーカバイに対する引き裂きが欲しいなと。えい、ラッシャー。モノノクス。まあ、ラッシャーかな。ラッシャーをなんとかいなしてロトムにつないでって感じだな。さあ、よろしくお願いします。ここマジで正念場よ。さあ、行きましょう。ここ勝ってマスターボール級いくよ。なんなら初手降参でもいいよ。ロトム、あーなるほどね、なるほどですわ。何してくんでしょうか。ここは鬼火が嫌だよな。ロトムバックするか。ちょっとね、ここサザンドラに対して大事に大事に扱っていきたいんだけど、ここ多分でもロトム出したらボルチェンでウルガモス飛んでくるんで、ここは方向岩石封じでだよな。ウルガモス終わらせます。メガネ臭いね、火力。それか HC ぶりのスカーフ、 S 調整スカーフとか、まあカバだよな。 OKOK、 オーバー。さあガンプ見せちゃった。これ以上 S 下げてどうすんだという感じですが、さあロトム、いや初手ロトム出してたらかなりイーズイーだったね。ソーイーズイーだったね。でもね、この2人だとロトムがきつすぎるんで、そうだよね、ロトムきつすぎるんで、おそらくウルガモスいると思うんだよな。それかサザンドラか。ってことはアーマーガーはいないね。アーマーガーなしなことが確定しました。コステロ巻いてくんのかな。ぶっ放すかもリフスト。やべ、テラッサルなんだ。岩だったらまだワンチャンあるけど、なんだ鋼とか。やだ、毒タイプ、毒タイプですと。なんだこのカバー、毒毒効かないようにしてんのか。さあリフストが残念ながら半減。まずいね。ばっくりもぐもぐ。ただボルチェンが一貫するようになったから、まあ悪くはないかも。ゼウスロック、ぶっちゃけまあ毒になっただけでテラバーストないと思うんで、ここはあくびステロ、まあホエールがあったらホエールか吹き飛ばしがあると思うんで、それに任せて一旦普通に行動しましょう。まだロトムは必要なんでね。マジか、引っ込めるのか。ここでウルガモス、ピュッピュッピュッピュならまだ、いや勝ち目あるな。ピュッピュならいける。さあミキ襲う。なるほどね。まあラッシャーがかなり活躍するね、これは。さあ、へいらっしゃい。でこい。
エンマイオーバー、いいっすよそれは。おそらく心トムに引いてくるのかな、あるいはアバちゃん出すかどうかですが、まあ、先んじてちょっとあくび展開にしていきたいね。あくびかな、ここは。あくび。一発じゃれ打ってくるっていう可能性はある。あ、引っ込める、ラッキーラッキー。ロトムかな？キャ、バルドンか。ほーん、キャ、バルドンできたか。あくび。そうさね、ここは正直ロトム出し毒じゃねえかな。一旦動けるもんな。そしたらまた相手がロトム出したとって、ここはロトムですね。ステロダメージ痛いけど、こんにちはーす。うい、ステロと砂がちょっと痛いよな。ジュアレー、クソドヤンキーじゃん。なるほどね。彼を眠らしてくると。地割れ、地割れ、あくび、ステロ、地震。もしくは地震切って完全に地割れ型なのか。かなりなドヤンですね。さあ、ここはかなりいいタイミング作れたんじゃないでしょうか。起きたら儲けもん。起きたら儲けもんです。ボルト、しかもお前砂自分の食らったな、今。見てたぞ。自分が孵化した砂でお前。オッケー、よし、眠りターンを稼がせていただきます。グーグーと、うん、まあ、そういうで、さっきのダメージ的にボルチェーン打てばおそらくカバー飛びます。リフストで半分食らってたんでね、ボルチェーンで飛ぶと思います。オッケー、目を覚ます。うー、はい、いいよいいよ。さあ、まずはカバー突破。さあ、ただ大事なのはこっからよ。大事なのはこっから。こっちを出せばロトムが出てくる。こっちを出せばミミッキュが、違う。こっちを出せばロトムが出てくる。こっちを出してもロトムが出てくるか。どっちにしろロトムか、ここ。だったらば、トドゲ山の方がいいっすね。ミミッキュは減らして倒せるから、トドゲでいきましょう。さあ、ここはどう来る？ロトム来るよね。ただちょっとロトムバックはもうちょっとあんま効かないので、テラス土下山、テラス土下山、ここテラスたらありだな。正直負荷かけるか。さあ、テラス、こちらも切らしてもらいましょう。せい、うー、はい。鬼火来たらね、ちょっとまずいんですよね。鬼火来たらまずいから、少しでもダメージ負荷を上げて、ハイドロポンプは余裕で一発耐えます。余裕でもなかったな。ぬわーっと下山、いやー、砂で収まっちゃう。さあ、ここは非常に難しい止めです。相手が不意打ちを読んでくるか。不意打ち読まれてミミック出されても、いや、これ上取られてんのかな。ワンチャンロトム死んじゃうか、これハイポンで。ここかなり択ですね。ミミック出されてもなんとかなるか。ミミック出されて不意打ちすかされても、ここはヘイラシで処理できるんで、ここは少しでもロトムしょれる可能性を信じて不意打ち。オッケー、ラー、助かった。これはマジ助かったな。アダスト、よしよし。いや、大活躍届けさん。ここ正直ミミッキュ引かれた方がきつかったね。さあ、ラストミミッキュ。君はもうね、袋のネズミってやつだ。ラッシャーで完全完封なんで、ここはまあ、ただ変に研磨とかされてもめんどくさいんで、デンジャーとか研磨、い
まあ俺のラッシャーが天然じゃないことにかけたのかな。アイアンヘッド、オッケー、首をへし折りましょう。ポキッ、首へし折り侍、ここは不意打ちでいいな、さすがに。あー、かけの方が早いか。そりゃさあ、めちゃめちゃ荒ぶりましたが、いやー、ドドケさんありがとう、すげえ頑張ってくれた、君がナンバーワンだ。さあ行きましょう、弾ね、オッケー。最後まあなので玄米影打ちまで見えてたらさすがに身代わりなんてないと思うんで、弾ミミックスが首で勝ちでしょ。やれ、全然入らん、よしやった、ようやく俺はマスターに行けるんだ。苦節何時間ですか？7時間、9時からね、7時間やってました。仕事の時間と同じです。うん、ただポケモンはすごく楽しい。このゲームは7時間やっても全く疲れない、不思議ですね、仕事と全然違う。さあ守る、ようやくこの神ゲーのねスタートラインにケンジマン立つことができそうです。パリンと、さあラッシャー、そのナマズを、ナマズお前な、ナマズはお前だ、そのぬいぐるみをね眠らして催眠レイパーしていきましょう。アクアブレイクでぶっ飛ばせー、よーし勝った戻った、首が果たした。いやマスターいったわこれ、間違いなく。さあ見ていきましょうか。さあマスターランク、その頂へ賢治は行っているのかどうか。きたー、ランクマックス93位、2桁です。どうも2桁プレイヤーの賢治です。最高93位、マジかよ、めちゃめちゃ、39-26だからちょうど6割6分か、いいんじゃない、なかなか。ということでね、これからも邁進していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価してくれたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ケンジマンでした、バイバイ。いやー楽しいぜこのゲームは。